いや俺ちなみにねカルビさんのバロは大好きですよ。あれはかなり好き。ちなみにねあれめちゃめちゃいい。結構暇な時見てたの。いいよねあれ。ササティック JP に負けた。いや無理でしょ。ササティックさんめちゃくちゃうまくない？あの人めちゃくちゃうまくない？さすがにあの初心者がササティックさんの JP とやるの無理、無理、無理、無理がある。さすがに無理。これは別にカルビさんバカにするとかそんなんじゃなくてさすがに無理。現実的に考えて。あ、シュート。あ、負けそう。そう、シュートが負けるかもしれないっていうぐらい強いから。てかシュートに勝ったのマジすげえな、ササティックさん。タイジさんとかめっちゃうまいしね。ササティック、タイジ。なんかここら辺なんか本当にうまい。あ、あとセロスさんとかもやってて、それもうまかったな。あ、イヌミさんもうまいね。アリケンさんはもう安定してうまいでしょ、あの人は。もう、スト5の頃から頑張ってたから。シャカさん強かった？あの人すげえ頑張るから好きなんだよね、やっぱり。やっぱ頑張ってる人はやっぱ応援したくなる、すごく。っていうなんかちょっと上からになっちゃうけど、どんなその、実力だとしてもね、頑張ってる人は好き。もう中級者？え、釈迦さん全勝？すご？すごいね。すごいね、マジで。何使ってんの？キャラは。タイジ孫さんに座れたってぼやいて。いやー、これは負けらんねえなっつって、すんげえ気合入ったタイジさんと当たった時は。あ、マリーザなんだ。あ、確かにマリーザ使ってたな。マジでタイジさんとかセロスさんとかと当たった時は絶対に負けらんないっていう覚悟のもとやってた。一応ね、みんなめっちゃやり込んでたね。嬉しい。すげえ嬉しい。何か手助けできればいいかなと思ってたけど、まあなんかあえて自分から突っ込むのもなっていう風に思う。俺自身がやっぱ上手くなりたいのがあったから、ちょっとそっちの方はあの他の人に任せてって感じで。いやでもスパイギアさんすごいよね。ちゃんと迷わずモダン残機に行くっていうところで、ちゃんとその勝ち方をよく知ってるというか、やっぱゲームうめえんだなと思った。ミラーも含めると15万以上。すごっね。すごいね。釈迦さんもすごいよ。みんな CR カップもね、スト6なの一応確定してるんだっけ。確かその時どうなるかだよね。孫さんスタヌも褒めてくる。いやスタヌさんもマジですげえ。本当に俺ね、結構有名な配信者いろいろいるじゃん。俺なんかね、やっぱスタヌさんマジ面白いなって思うよ本当に。まあ他の人別につまんないとかじゃなくて、なんかやっぱなんか異質っていうか、あの人の配信って。関さんね、いやめっちゃ面白い。反応面白いよね。すごい、あれは個性がある。めっちゃ面白いなって思う。で釈迦さんの配信は落ち着く。落ち着く。あそこ実家だよね。多分みんなにとっての実家だよね。でカルビさんの配信はあの親になれる。親になれる。みんなもうカルビはもうしょうがねえなーっつって、カルビとかなんかもうなんか親とか兄貴になれるって感じ。いやマジそんな感じなんだって本当に。そうカルビさんの声結構癖になるしね。いやみんなね、やっぱその人を集めてる理由はわかる本当に。俺はよく配信見てるからね、なんでここに人が集まるんだろうとか思いながら結構見てたりとかする。ふと自分の感情を結構確かめてみる。あれちょっと待って、今俺あれ落ち着いてる俺っつって、釈迦さんの配信見てるとき。あ、やっぱ釈迦さんはあれだよね、もう配信時間が異常。マジでなんかそのいつつけてもやってるから、そこの安心感もやっぱあるんだよ。ああ家帰ってきた暇だな。でツイッチつけたらとりあえず釈迦さんやってるみたいな。コーチでねちょっとやってみたさはあるけどね、